ので400は必ず行きたい。押してるよ、ありがとう。まだ押してない方がいたらぜひお願いします。なんかね、いろいろサイトを使えば何回も押せるんですけれども、ツイッターからは1回しか押せないかも。そうなんですよ。だからみんな、このツイッターのサイトの URL を友達に送ってください。よろしくお願いします。押してる、ありがとう。押してきた、ありがとう。そう、あのね、 LINE とかで友達に送ってみてください。いろんなサイトに行けば何回もするかも。メモ機能に URL やったりとか、 Yahoo とか Google で。おお、めっちゃ可愛い、ありがとう、ありがとう。ちょっとね、あの名前呼びがグレーゾーンらしくて、いや特に誰かに何か言われたわけではないんですけれども、ちょっと危なっかしいかもみたいな感じなので、ちょっと名前呼びは控える。初見です、ありがとう。絶対嘘、ありがとう。明けおめ、明けおめスタンプありがとう。ハートもありがとう。見えてるのでね、あのその分、あの今日から始まってる手形会とかサイン会で、あの呼ぶので、よろしくね、みんなお願いします。そう、みんなにね、その好きをね、欲しいんですよ、みんなからの。がっつり読んでる人いるんだ。でも分かんない、ルールだからな、一応。手形会も申し込んだ、ありがとうございます。楽しみ。でも今日見てたの、 YouTube で、 YouTube でみんながあの手形会してる様子を私も見たんだけど、めっちゃシュールじゃない？なんか全然みんな結構静かに、何々さんありがとうございますしか喋ってなかったから、ああいう感じかと思って、もっと騒ぎたいって思っちゃった。シュールだったけど、まあしょうがないね、今ファンの人が直接目の前にいるわけじゃないから、初めてのことだし難しいよね。さあ好き増えるかな。え、392になってる。すごい、待って、すごくない？あと8で400なんだけど。おお、皆様、私のツイッターから SK48 の好きに飛んで、ハートを、右下にあるハートを押してもらえると嬉しいです。ツイッターからは1人1回しか押せないんですけれども、友達に LINE 送ったりとかしてもらえると、 URL で。さわけフラストレーション、最近踊ってないね。390何になってる今。本当だ、397になってる、すごい。こんばんは、押したよ、ありがとう。押してきた、わあ、ありがとう。ちょっとね、ご褒美欲しいんで。あ、399だ、あと1で400だ。犬になりそう。みんな押してね、好きをたくさん。この辺に、この辺かにあるので押してください。400超えた、みんな私より早いじゃん、見るの。405だ、早っ。すごい、頑張るぞ。私はあのね、これ締め切り明日までなの。だからみんな LINE 友達に送るんだったら早めがいいですよ。明日までなの。ちょっと目標は500にしよう、とりあえず目標500で。さあみんなハートをください、お願いします。よろしくね。私のツイッターの一番上にある、固定ツイの下にあるやつです。そう、あのね、次
3位になるのに422が3位なので400、あとちょっとじゃない ?413 まで来た。あー、みんなありがとうございます。私のツイッターからぜひ飛んでハートを押してもらえると嬉しいです。お願いします。あ、会社のパソコンでもやるありがとうございます。ハートありがとう。こじこじさんありがとうね。こじこじ、たくさんのこじこじさんが今日も見守ってくれてます。ありがとう。ハート見えてるよ。ありがとう。こんばんは、こんばんは皆様。私のツイッターから飛んで好きをたくさん押してくれると。待って、427になったすごい、みんなすごい。ちょっとこの調子で500を目標にやっていこう。今いろんなところから押しに行ってる。ありがとう。この URL を Yahoo とか Google に貼って検索してサイトに飛ぶとまたと、あの、押せますっていう、ちょっと押してきました。ありがとう、ありがとうございます。私のツイッターから飛んで好きをたくさんください。一人一回しか押せないけど、ツイッターからはお願いします。今日はおねだり配信普段ね、おねだりしないので、まあするけど、いや、しないは嘘だな。なんか紙触れの時におねだり禁止って言われてるから、その他でめっちゃおねだりしちゃう。気をつけます。間違えてショールームでハートをしちゃった。それはダメ、あれだよ、フォロー外しちゃうことになっちゃうから、ショールームのハートもお願いしますねお願いします。好き、ありがとう今日はツインテールだから、今日ツインテール、みんな大好きツインテールだから許して。うわ、448だ。皆様ぜひお願いします。ツイッター、私のツイッター野村美代で検索してください。野村美代かっこ美代丸っていうのが私のアカウント。そう、最近ねかっこ美代丸を足したんです。今日の服好き、ありがとう。これルーちゃんとお揃いで買ったやつ、一回ね握手会で着たのよ。こんばんは、こんばんは。まだ押してなかった、押してくださいぜひ。すごい、452になった。すごくない？最近ついてる。 ありがとうございます。なんかあるよね TikTok でさ、なんか一回踊ったんだよ、それツイッターに載せたんだよね。僕のなんだっけ、好きな最強ツインテールに合いすぎて軽視する、なんで二つに結んだの、男たちは首だけじゃん。ツイッターとサファリで押せたから押してきました。ありがとう。サファリでも押せるんだこれ、ありがとう。私のツイッターぜひ飛んでください。よろしくね、みんなよろしゅう、マジでお願いします。452度、うわ、ありがとう。禁止するダメだよ、こんなことで命を落としてしまってはダメですよ。いいことですが、これさ、私まちいつもツイッター開くとね、私のツイッター開くと固定ツイートが動画なのよ。だからいつも動画間違えて開いちゃうんだけど、この動画最初再生回数7000回とかだったんだけど、今もう9600回再生されてるの。だからすごくないと思って、固定ツイの力半端ないなと思った。今何ですか、今すごいよ、今478まで来てる。うわー、みんなの力は偉大ですね。そう、ツイッターにね載せたよ、ツイッターに。ツイッターの一番上、テレビブロスさんのツイートのこの SK48 の好きってやつ押して、右下にあるハートを押してもらえると嬉しいです。
で、これで多いとご褒美がもらえるから、できっとそのご褒美はみんなの元にも届くものだと思うので、活躍の場を2021年初っ端から増やしたいなと思います。押してきた、ありがとう、ありがとうね、皆様お疲れ様です。ありがとう、お疲れ様です。すごくない、みんな早い早い。目標500、とりあえず今の目標500。すごいんだって、すごいメンバー600とか言ってんの、びっくりしたよね。グラビアって言ってた、本当に。おお、私が入ることによって水着じゃなくなるとか、そういう悲しいこと。ごめんね、もし脱ぎたいメンバーがいたらマジでごめんなさい。わかんない、私だけ洋服で他水着で、私がちょっと楽しい撮影になれば。 いや、でもまだね、明日までなので、ちょっと見守ってないと怖いんですけれども。じゃあ600目指す。 ありがとうございます。私よりも先にそうやって言ってくれるのは心強いな。700くらいは必要？そうなの？お、499！すごいよ、みんな。ちなみに2位の方はハートどれぐらいあるんですか？あ、500いった、わーい、元気もりもり、ありがとうございます。500いきました、ついんです。今日みんながツインしてって言ったからしました。お、梅だ、ありがとうね、おにぎりのこじこじさん、ありがとう、ありがとう。すごい早い。 びっくりした、ありがとうございます。すごい。お、この調子でちょっと600目指そうかな。2位は590。おお、あと80差ですね。マジか。皆様、あ、似合うって飛んできた、ありがとう。白い生き物のアウターの方、ありがとうございます。嬉しいんだけど、なんかツインしてよかった。私も結構ツイン好きなんだよね。ツイン系の髪型が多いんだよな。今日も可愛い、ありがとう。今日はちょっと久しぶりに、なんか最近ピンクピンクしてたんだけど、メイクが。なんか私のパーソナルカラーっていうの、なんかブルベイエベって分かりますか？それがイエベ秋なのね。だからガンガンこういうオレンジ系の方が似合う顔なんですよ。だからそれをしました。だからいつもね、あんまり合うメイクしてないんだよね。チークもオレンジで、リップもアイシャドウとチークを、チークをアイメイクにも使ったので、綺麗かなと思います。今日は色味がイエベブルベ、そうそう、ブルベに憧れるやつ、そう、それそれ、私イエベです。イエベの秋です。診断したらそれだった、それでした。 SK48 の好き。うお、521。 すごいすごいぞ、みんな、みんな私のツイッター見てください。ツイッターの一番上に固定ツイがあるんですけど、その下にあるテレビブロスさんのツイートのサイトに飛んでもらって、ハートを押してもらえると、右下にあるやつを押してもらえると嬉しいです。ツインだから、ツインだから押したわけじゃないんだよ。だって、じゃあツインじゃなかったら押してくれないの？悲しい、そんなの、そんなの悲しいよ。なんかこれ大富豪の CM であったな、ラジオ CM の時に。そんなの悲しいよって、大富豪のことなんですけどね、みたいな CM 撮った。いや、これもね、ファンの方が大富豪頑張ってくれてできたやつだから、本当にね、ファンの人のおかげで私めっちゃ仕事できてるの。ありがとうございます。感謝しかないよ。かわいい、ありがとう、こじこじ。
ありがとね、こじこじさん。ありがとうございます。俺はレスくれるなら。レスか、まあコメントを読むというレスだよな、これも。子供の頃足を伸ばすために何かしてましたか？何してたっけな。特に何もしてないけど、よく寝てました。よく寝てたし、牛乳は毎日飲んでました。給食で大好きだったので、あの給食どんだけお腹空いてなくて食欲がなくても牛乳だけは一発目にもう一気飲みしてたよね。好きだった、給食の牛乳が一番好き。今日も牛乳飲んだよ。1日1杯は牛乳飲むようにしてます。1日1杯牛乳と、あとはなんか栄養ドリンク、鉄分の栄養ドリンクとビタミン剤を取るようにしてます。そうすると健康になれます。牛乳もね、カルシウムめっちゃ大事ですよ。ミルメイク出てました、出てました。いちごミルクがいっちゃん好き。可愛いよね、あれ、パッケージ。小学生で栄養ドリンクかビタミン剤？今です。小学生とかの時は本当に給食をたくさん食べてたので、家では夜ご飯だけでした。 SK 入ってからかな、そうやってなんか栄養を気にし始めたの。バスケも背伸びる？あ、でもなんか確かにそういう陸上もやってたんだけど、バスケと一緒にそのジャンプする系を結構やってたかも、幼い頃から。倉島さんにいろいろ教えてあげてください。この人いつもさ、倉島に教えてあげてって言ってるけど、もうお父さんかなんかなんですか、倉島の。 もう本当にさ、面白すぎ。ビタミン大事、本当に大事です。特に肌荒れを気にしてる方とかはビタミン取るとマジで変わりますよ。ビタミン剤もいいですけど、なんかチョコラ BB とか、まあそれもビタミン剤か。 ビタミン C めっちゃいい。あと皮膚科に行くことがね、一番だと思う。皮膚科は本当に学校レベルに通ってた時期あった、マジで。マジでもう皮膚科行かないと、みたいな時があった。ビタミン C は特に意識して取ってる？おお、偉い。きっと将来につながってくるよね。そう思う。あ、待って、早くサイン会と手形会したいんだけど。さあ、皆様、何回も言うんですけれども、ツイッターの固定ツイの下にあるテレビブロスさんのツイートのサイトに飛んで、右下のハートを押してください。お願いします。よろしくね。今560まで来たよ。すごい。これ URL 友達に LINE 送ってください。暇そうな友達がいたら。よろしく。ツインテールありがとうございます。かわいいって言ってもらえるのめっちゃ嬉しいから、また言いに来てね。押しましたよ、ありがとう。すごいよ、あと40で600だよ、みんな。友達なんていないの？友達、家族は？家族に送るとか。友達にたくさん送った。もういいねをしたい、そのコメントに。もう本当にありがとう。縄跳び動画ね、見てください、ぜひ。二重跳びしてるんで。これさ、なんか普通に飛んでたんだけど、普通に飛んでるだけじゃ面白くないなと思って、二重跳びしようとしたら最初は失敗したんだけど、改めて二重跳びだけやってみたら成功したので、おまけとして載せてもらってます。動画もぜひ。こんなワンピースで縄跳びしてる人あんまいないんじゃない？
みんな結構レッスン着とかだったんだけど、学校のグループに送る、最高。いや本当にね、あの会社のパソコンとかからでもいいんで、ぜひ明日までなのでお願いします。友達いないから家の端末すべて使っていいね押してくるありがとうございます。ありがとう、優しいねうん、面白いな。いやー、そう、動画ね、お得感あるよねこれ。みんなツイッターから飛んでぜひお願いします。明日の16時59分、4時59分、5時ぐらいか。会社はセキュリティ的にダメなの厳しい。学校やん、学校のパソコン室レベルじゃんそれ。私学校のパソコンでどうにかして、なんか学校のパソコンってさ、私パソコン部だったんだけど中学の時に、あの学校のパソコンってさ、なんかゲームとかあっても全然面白くないの。だからパソコン部のみんなでなんかどうやったら違うサイトのゲームができるかめっちゃ研究してた。本当にね、3年間それを研究したと言っても過言ではないぐらい表には出てこないけど編集部の方から動画再生回数も多かったんですって言われたら嬉しいね。いや確かに動画ね、ぜひ動画も見てください皆さん。そんな見応えのある動画ではないんですけれども、で、あの動画よく見るとワンピースのここのリボン取れてるんですよ。恥ずかしい。それだからね、私恥ずかしいんだよねあれ見るたびに。そう、でもパソコン部の話なんですけど、パソコン部は結局あまり新しいゲームはたどり着けませんでした。だしね、なんか結構忙しいのよ、その行事ごと。運動会とかあるたびになんか運動会に向けてポスターを作りましょうって言って、私たちがカチカチカチってやって作ったのが学校中に貼られるのね。だからなんかふざけたやつ作れないのよ。まあパソコン部はあんま厳しい先生が顧問になることはなかったんだけど、ワイもパソコン部という名の帰宅部私ちゃんと言ってたよ、中2までは言ってた。中2で SK に入っちゃったから、そっから部活行けてなかったんだけど、え、すごい、今587。皆さんぜひ友達に LINE してみてください。 SK のみおまるちゃんって言うんだけどねって言って、596、あー、すごい、ありがとうございます。すごいです、こんな伸びると思わなかった。ありがとう、ハートたくさんありがとうね。キティちゃんの、キティちゃんだよねこれ、めっちゃ可愛いアイコン、ありがとうすごい、高校の時パソコン部で後々役立ちました。いや私もね、あのパソコンとか機械系は割と強いので、そういう仕事もできると思う。楽しいよねきっと。お、600いった、すごい超えてたんだけど。頑張ってください、ありがとう、頑張ります。みやまる頑張る。いや皆様今ね、SK48 の好きっていうのがあるのサイトでね、それのいいねが多ければ多いほど、なんて言ったらいいの、私のツイッター飛んでください、とりあえず私のツイッターから飛んで固定ツイートの下にあるツイート、テレビブロスさんの SK48 の好きを押して、右下にあるハートを押してください。でこの URL をコピーして Yahoo とか Google に貼り付けて、それを検索するとまたもう一個押せるのと、 LINE で友達に送るのと、その LINE に友達に送ると、 LINE で友達に送ると自分もその URL に入ると押せるんですよ、またハートが。そうとか、まあいろいろ
メモ機能に URL やったりとかすると結構何個か押せるので、1人5個ぐらいは押せるかな。すごい605、ありがとうございます、ありがとうございます、嬉しい。でこのいいね数が多いトップ3がグラビアらしいので、やりたいなと思って、皆様ぜひお願いします。多分今3位ギリです。で明日までなの、明日まで、明日の16時59分までなので、このいいねの締め切りが、友達とか送る際はぜひ早めに、早め早めが大事です、お願いします。1位は613、おう、え待って あと3じゃん、えみんな頑張ろう。617だよ今、すでに6人くらいの子をしてくれた。何のグラビアかな、いや分かるよ、私は分かってるんだけど言っていいか分かんなくて、けど結構なんかあ出たいなっていう感じなので、すいませんご彙力なくて。ありがとうハート、犬が野球ボール加えてるアバターの方ありがとう。期待してもいいんですか。そうですね、わかんない、その期待に応えられるかわかんないですけど、でもグラビアほど嬉しいものは私もファンの方もないと思うので、やる価値は十分あるかなと思います。まあソロではないかもしれんけど、でもだよ、だとしても出たくないっていう、ちょっと仕事を今年はバリバリにやっていきたいので、今押してきた、ありがとうございます、感謝、皆様ありがとうございます。いやーすごいね、本当にファンの方の力がすごすぎて結構びっくりしてる。すごい、皆様伸ばすところまで伸ばしたいな、明日までなんでね、ショールーム以外でどうやって行ったら伸びるかなと思ったけど、やっぱショールームで直にこうやって伝えるのが一番かなと思ったので、3回押せた、お素晴らしい、ありがとうございます。ぜひね、おたとも普通の友達もう何でもいいです、もう暇そうな方にURL を送ってみましょう送りましょう。私のツイッターの固定ツイの下のテレビブロスさんのツイート SK48 のスキーを押してもらって、ぜひハートを押してもらえると嬉しいです。右下にあるハートです。おお今646だ、すごくない。でこれ URL コピーして、Yahoo、Google に貼り付けて検索するともう一回押せる。だから 1,2,3 それで3じゃん。メモ機能に URL やると4つ、 LINE で友達に送って、友達か自分一人のグループを作るんですよ。なんか公式グループ、公式 LINE、 何か何でもいいんで、公式 LINE と一緒にグループ作って自分との、でそれでその公式 LINE をブロックして一回、そうすると一人のグループができるので、きっとそれでその URL を送るとそこからも一個押せる。友達に送るのがちょっとなって人はそれがおすすめです。15回押した、すごすぎなんだけど。とかね、パソコンからもね押せるし、いろいろそのインターネットサービスを使うといろいろ押せる。すごい拍手飛んできた、こうやって飛んでくんだね拍手って、ありがとうございます。クロワッサンの人ありがとう、すいませんなんか難しいこと言ってすごい、何をどうしたら15回も押せるの、私5回ぐらいしか押してないよ自分で。でもまあまずはツイッターですよね、固定ツイの下にあるツイートから飛んで、テレビブロスさんの SK48 の好きハートをください。こんばんは、こんばんは、また来たよ、ありがとうございます。今ね、今ね、すごい、
今672なんだけど、今日だけでめっちゃ伸びてるよみんな、すごすぎ。動かしてない端末起動して3回押した、素晴らしい。インスタも使えますか？インスタはなんかね、フォロワーが何人だっけな、1万人、1万人超えたらなんかストーリーに URL みたいなのを添付できるんだよ。でその URL の添付できるところにこれをやると、私1回インスタで押したんだけど、それででも1万フォロワーいってる人って多分あんまいないじゃん、普段投稿しない人とかは。そうだからインスタは割と難しい。そういいねすればいいんだよ。ハートありがとう。待って、この今ハート送ってくれたこのアバターと今日の私そっくりなんだけど、面白い。人形持ってたらまんまじゃない。7日のエス公演見に行きます。ありがとう、楽しみにしてて。絶対楽しませるから頑張るね。後ろの方だけど見つけてね、よろしく。でもルームメイトか、ルームメイト待って、その日ルーちゃん出るっけ？出なくない？ルーちゃん出ないよね。あら、ルーちゃん出ないけどルームメイトの方来てくれるのか、ありがとうございます。ルーちゃんの分まで頑張ります。4G と Wi-Fi で最低2ハート、嘘、無理だ。 Wi-Fi あり、どっちも押してあるな。あって、700いったよ。すごい、皆様ありがとうございます。704今、ありがとうございます。サファリとかも押せる、そうサファリも押せる。携帯をねホーム画面に戻ってちょっとヒュッて下にやるとサファリ出てくるから、お願いします。すごい、700ゲットしました。お、700でした、すごい、おめでとう。すごい、みんなありがとうございます。やっぱ呼びかけるのって大事ですね。みんなぜひ URL 友達に送ってくださいね。すごい、同じこと喋ってるだけなのに3000人集まってくれてありがとうございます。ショールーム、あ待って、そういえばさ、なんか新が新年みたいなルームじゃなくなったね。ショールームいつも通りのさ、なんかパリピ空間に戻っちゃった。ありがとうございます皆様。アンドロイドもできると思うよ。 SK48 のスキービックリマークの村美代で多分どっかで検索かければ出てくるんじゃない。お父さんがアンドロイドなんだけど、お父さんの携帯も押せたので、すごい、ほぼ倍だよねこれ、すごくない。でぜひ動画も再生してもらえると、すごい、722だ。みんなの力すげえ、ありがとうございます。あ、待って、正月ってもう終わったんですか？三が日まで、あそっか、そうじゃん、終わったね。あらまあ、うん、梅が飛んできた、盆栽ありがとう。スーツでメガネの アバターの方ありがとうございます。終わったのか、じゃあ今日からは普通の日なのか。みんなは仕事始めでした？今日、私は明日になりそうです、仕事始め。でも私はこのショールームもお仕事の一環だと思ってるので、まあ楽しいお仕事ですけれども。パソコンで押してきた、最高です、ありがとう。明日まで休み？明日から、明日です。え、みんな明日じゃん、頑張ろうな。あ、ありがとう、ミイラの人ありがとう、見えてますよ、ありがとね梅。すごい、お仕事始めでした、お疲れ様です。野村さん好きです、ごめんなさい。あ、ありがとうございます、ごめんなさいすごい、今日からか明日からの人が多いのね。みんな頑張ろうな、いろいろ大変だけど。ありがとうペンギンの人、
梅、あとはなんかこれなんだっけ、セイントなんとかアニメだよね、これキャラクター。バラありがとうございます。なんだっけ、セイントセイヤだっけ、そうだセイントセイヤ、あ違ったらごめん、そうだセイントセイヤだきっと。ありがとうございます。バラありがとうね。こじこじの人、こじこじおにぎりの人、花束ありがとうございます。7から学校なの、あと3日じゃん、頑張れ。冬休みってさ、もう忘れちゃったんだけどさ、冬休みって宿題あるの。ありがとう梅、ありがとうございます。何このアバター、読みづらい、なんて言ったらいいの、なんか白いやつから一本毛が生えてるやつ、ありがとうございます。あハートたくさんありがとうございます。ハートありがとうね。キティちゃん書き初め、あ7日の公演、あこ私の公演が始まると同時に学校が始まるんだ。高3はないよね、うんだよね。書き初めか、何も考えてないな。去年はクールビューティーって書いたんだけど、なんて書こうかな、どうしましょう、ちょっと迷っとこ、ちゃんと考えときます。7日にもしあったら見てください。でも分かんない、ステージにいられる時間の関係とかでもしかしたらないのかもね。なんかね、何分以上そこに行っちゃダメみたいなのあるんだよね、きっと。うん、かわいい飛んできた、ありがとう。なんかカワウソ、カワウソがアイスに乗っとるやつ、え絶対これアイスになんて乗ったらアイスまみれになっちゃうね。ありがとうございます。今年ないんだ、ないのか、そっかそっか、じゃあ今年の書き初めはないですね。ないのか、じゃあもし書き初めがあったらなんて書いてただろう私。なんて書いてたかな、ねえねえちょっと怖いこと言っていい、テレビブロスのやつ今開いたら400兆になってんだけど、なんで、あ遅れちゃったツインテールバージョン、ロビンじゃん、不意に撮ったポーズがロビンだった、ありがとうミラーボール。ハート減ってる、なんで、なぜだ。でもねこれね、私ね、なんか見てたんだけど結構ずっと減ったりね増えたりするのよ、謎ですよね。え待って、私700ぐらいまで行ったのに、なんでなんで、え弾かれるのこれ、同じ携帯の端末だと、そんなことある、なぜ、あでも481になってるよ、なんで、なんで、どういうこと、大丈夫そう、弾かれるの嫌なんだよもう、そんな性能いいのこのサイト、操作されてるかな、すいませんでした、なんかすいません、なので700に戻してほしいです。だってファンの人が押してくれたのに、悲しい、300ぐらい減ったんだけど、どういうこと、一気に増えすぎた、一気に増やしすぎて警戒された
じゃあ地道にみんな一人一人にあの URL 送るしかないですね、本当に。でもこれでも多分3位には入ってると思う、今492なので。でもまた地道に増えてるのはなんで？ちょっと意味不明ですね。さあ皆様、友達に送ってくださいぜひお願いします。30分ぐらいで票数倍近くなった。まあ確かにそうだけども、そうだけども、ショッキングピーポー、ショッキングピーポーだよ。なんで？でも私が同じ携帯で5個ぐらいやったやつはちゃんとカウントされてるよ。これ他のサイトにまた飛んで URL 貼ってまたその開くとそのハートのままだもん。10分とかで区切って集計し直してるのかな、どうなんだろうね。ちょっと面白いね。なんか私こういうさ、なんかこういうの大好き。あ、また減ってるわ。ネットって面白いね。ネットってなんかでも危ないよね。そう、そういうのがね、あの楽しんじゃうんだけど危ないんだよ結局。さあ皆様、友達に送りましょう。でも言うてあとちょっとで500なんで、また目標500からやり直しだ。ああ悲しいよ。あ、ハートありがとう。慰めの魔女だ、魔女のアイコンだ、ありがとうございます。まあそうね、何個か端末があればそこから押せばいいですね。お、497。まあしゃあないしゃあない、減ったなら減ったで、こっからやり直すしかない。みおちゃんだ、今日も可愛いな、ありがとうございます。みおちゃんはツインテールです。そういえば大富豪しなきゃ、やりましょう。みんな大富豪ハートある？私は今からやります。10分、9時10分にやるね、大富豪。うわーい、大富豪しよう。ちょっといきなり大富豪配信変えちゃうね。大変ごしよう。さああと1分くらいでやりますね。一言変えます。ファイト、ありがとう。優しいねみんな、みんなごめんね、めっちゃ動かしたのにさ、みんなの手を減ってしもうたわ。また後で増えてると信じるよ。今は大富豪ですか？今はそうです、大富豪です。今は大富豪です。ちょっと私の声だけ出るようにしよう。あと20秒ぐらい大富豪します。大富豪するぞ。さあ、あと15秒ぐらい。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1。わあ、大富豪だからエントリーの時間が拡散しておきます。ありがとう、お願いします。うわ、当たってる、早いね、素晴らしい。お、花束だ、ありがとう、見えてますよ、ありがとう。さあ頑張るぞ、ありがとう。大富豪遭遇してくれた人一人います。私、お、みおまる神推しになったことあるじゃん、この人推し、違う、みおまる推し神になってる。一生この読み方が分かんない、この称号、みおまるの、みおまる推し神なのか、みおまるお師匠なのか、ちょっとよくわかんない。シーバラッパ
よくない？私の声だけ出るやつ。勝つのは私たちだよね。おお、よくないですか。私もね、自分の称号多分ね、第16回見守るお指針とか。出せ、ここはパス、ここはパス。今500人好き。おお、まあそうですね、少しずつ少しずつ増やしていきましょう。使いません。ここはパス、ここはパス。本人、本人でございます。こんばんは、こんばんは。ジョーカー使っちゃおっか。シーバロット、シーバロット。どうしようかな。革命する、どうする。革命はしません。押し紙、あ、そっち。押し芯じゃなくて、芯でもなく、押し、押し、押し芯じゃないの。強い。ジョーカーの扱い難しい。いや、マジでジョーカーの扱い難しい。3枚出せるよ。バレるな、持ってるカード。今大富豪だけど、カードが結構微妙。頑張れ、あとちょっとだよ。私11持ってる。あと11だけ残してるよ。助けて。スペードの11です。ジョーカーとかさ、なんか鬼とか当たるじゃん、たまに。当たったことある人いる？その、あ、ジョーカー、ジョーカーが、くぅ。あの、ジョーカーってオートな、オートじゃないや、なんかスタッフさんなのかな。あ、ガリ、大富豪でした、大富豪でした。あ、タコだ。パンダのアイコンの方、ありがとうございます。これこっちゃんのアイコンじゃない？サイリウムがこっちゃん、ありがとうございます。タコ、かわいいも飛んできてた、もしかして。あ、ありがとう。こじこじのご飯食べてる、こじこじのやつ、ありがとう、ありがとうございます。かわいい、投げてくれて。ももたんが5分おきにやってるのは私も知ってます。だからたまに15分とかでやると、ももたんのファンの方にめっちゃ囲まれることある。じゃあ次は16かな。うん、15にかぶっちゃうとね、申し訳ないので。なんかももたんに会いたかったのに、見守り来たみたいな、びっくりしちゃう。頑張れ。お、私のファンの方が富豪で、あ、大さん、ありがとう。こちらこそ、ありがとう。1位だ、すごい、すごい、ありがとうございます。次16分にやりますね。じゃあ、違うね、モータンのファンの方強いの、めっちゃ強いの、びっくりするぐらいいつも強くてね。いや、多分大富豪ってすごい脳トレになるんですよ。だからね、頭良くなる気がする、いい意味で。そう、なんかずる賢くなれます。なんかギャンブル強くなれそう。さあ、あと1分くらいですね。ちょっと音声、お疲れ、大好き、お、いいじゃん。ん？何何？すごくない？これ喋ってないのにさ、アフレコしてくれる自分が。ねえねえ、頑張ろう、私も頑張る、大好き、サンキュー。むず、次何来るか分かんないもん。君との、これめっちゃおもろい、これめっちゃおもろい。あ、待って待って待って、あと20秒で始まっちゃうから、はい、やります。あと15秒。え、モータン今日やってないの？あら、まあ、9 8 7 6 5 4 3 2 1、はい、対戦相手探し中。
浴衣の女の子のアバターの人、いいね、ありがとうございます。こっちゃんのアバターの方かわいい、ありがとう、ありがとうね、みんなスペシャルギフトありがとうございます。あとは踊ってるこじこじの方ありがとうございます。目指せ大富豪、見えてます。誰がねアイテム投げたかは読まないだけでわかるのでありがとうございます。さあ活動、私推しっていう人はいないけどスタンプ押してくれてます、ありがとうございます。私たちだよね、頑張るぞ。さあ大富豪です、相変わらず勝つのは私たちだよね、頑張るぞ、負けへんで。ジョーカー使っちゃおうか、使います、3枚出せるよ。やっとミオマルの奇跡になれました、おお。すごい、5回あったってことだね。ジョーカーの扱い難しい、ありがとうございます。ファイト、ありがとう、こじこじの人ありがとう。3枚出せるよ。さ、急げ急げと私がアナウンスしてくるので頑張ります。ジョーカーの扱い難しい、スペードじゃない、A だけ残した、あーがり、やったー、勝ちました、頑張ります。今日もこの調子で10時まで、大富豪9時から10時は毎日やってるので。忖度ありですか？忖度はまあどっちでもいいです、お任せします、してもしなくても、私はしないです、たまにする。なんか私がすごい余裕のあるデッキで、なんか例えば私推しの方が 大貧民で現れたとしたら、革命して終わったりとかはしますけど、私もピンチの時はあんまりしないですね、できない。今505、好きでしょ SK48 の好き、減らされちゃったのかな。みんな友達に送ってね、友達に送ってくれれば、その友達が押してくれれば多分減らされないので、同じ端末だといかんよっていうことでしょ、多分そう。ミヤマルは学んだ。さあ1位だ、すごい、1位でした。じゃあ20分からやろうかな、20分からやっちゃいます。さあ頑張るぞ、明日もまた会いたいな、君との距離がまた一歩、これ好き。さあ、うん、何何、私好きかも、ねえ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 は一生無理、ねえねえは一生無理ですね。アフレコあと20秒、負けた、大富豪になったどういうことどういうこと、もうさ、みんな大貧民になりたいんでしょ、私に会えるから。さあ、あと6 5 4 3 2 1、はい、対戦相手、あ、早い、早かった、いないですね。そう、電波時計で合わせてやってます。多分ショールームだと時差がすごいので、すごい。あ、でもミヨマルのときめき持ってるし、ヨイチョマルって押してくれてるし、ありがとうございます。私たちだよね、ショールーム見てるのかな、頑張れちゃん、頑張れちゃんって言ってる、頑張れちゃん、ヨイチョマル、ゆずっぽ推しの方とルーちゃん、ミヨマルーちゃんを、革命する、どうする、みやまるちゃん推しなのかな、この方ぴったりで押してますか、はい、押してます、ぴったり0秒で。ジョーカー使っちゃおっか、あ、でもゆずぽ推しの方は私のどうする、私のアイコンじゃん、ありがとうございます。
ジョーカーの扱い難しい。当たった。え、どれですか。ルーちゃんのカードのやつかな。 ありがとうございます。上がりました。キラーン。あーってネイル明日はまあいいか。あ、いつ撮ろうかな。本当はしちゃいかんのよ。でも家にいるからまあいいやと思ってやったんだけど。年中無休の反抗期。さあ次はちょっとまだみんなカードがたくさんあるのでもうちょっと時間かかるんですけど、ちょっと言わんとこまだなかなか会えない。いや本当にそれな、本当にそれな。私の電波時計はねめっちゃ普通の電波時計ですね。これそう普通の電波時計なんですけど、温度低っ。温度 15.4 度って書いてあったダンポを今さらつけました。初見です。ありがとう、ありがとうございます。大富豪なのに1枚も出せずに都落ち1だ、すごい。あ、終わりました。今ありがとう、当たってくれた方ありがとうございます。いやでもなんか喋ってるから体温自体は、私も頑張る、体温自体はそんなにですよ、普通です。忘れてた、普通に暖房つけるの。さあ次は24からやるね。24からやるわ。よいしょ。シンガポール30度。26度で暖房ガンガン。おお、かわいいっすね。ありがとうございます。やった、嬉しい。ぜひ2020年から押してもらってもいいですよ。なぜか上から目線ありがとうね。あと20秒、頑張るぞ。桃タンパラダイスに囲まれた、強すぎ、めっちゃパラダイスやん。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1。対戦相手、お、早い。お、いるぞ、私推しの人いる。え、私今2000何年って言った？目指せ大富豪。私2021年って言ったつもりだったんだけどえ、何年って言ってた今。恥ずかしい恥ずかしい。2021年から、そう、ナウから、ナウから、そう、ナウ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 って言っておけばどうにかなるよね。ナウにから押してくれると嬉しいです大富豪が当たってくれた人ありがとう。お、嬉しい。勝つのは私たちだよね。よいちょまるよいちょまるよいちょまる。2020年って言ってたごめんなさい、2021年ですね。どうする、みんな2021年からは、え、やばい、めっちゃ酔いちゃまる、えい、すごすぎ。スクショした、ありがとう。3枚出せるよ、すごい、めっちゃみやまる。何、なんでみんなショロ見てんのかな。めっちゃ酔いちゃまる押してくれてめっちゃ嬉しいんだけど、ありがとう。ジョーカーの扱い難しい。ありがとうございます。しかもね、みやまれのときめきと奇跡持ってる。ありがとう。一人はゆうかさん楽しいって書いてあるから、ショータイム見てるのかな。ハートありがとう。立ち切りチャンス、やった、嬉しい。めっちゃ酔いちょまる押してくれるんだけど、うちも連打連打、ありがとう。幸せかよ。ありがとう。ペンギンのアバターの人と、ペンギンのアバターどっちもペンギンだった、違う人だけど、ありがとうございます。ハート、ありがとう。こんばんは、こんばんは、はじめまして。
いや大富豪の時に革命される絶望ったらあれしない、本当に。みんなね、あの2021年始まったばかりなので、今から押すのには多分ちょうどいいですよ。18歳になるので押し時です、本当に。よろしくね、よろしく寒い、ちょっとなんか温度が15度って実感してからちょっと寒くなってきた。ちょっとメイク直す。今日はちゃんとメイクポーチを持ってきた。いつもね置いてきちゃうんだけど。さあリップがオレンジになりました。1位だ、すごーい、やった、ありがとう、当たってくれた人。あ、明けおめ、ありがとうございます。スペシャルゲスト女の子のアバターの子、ありがとう、ありがとうね。今日はなかなか勝てません。あら、まあマッチング早いですか、普通かな。じゃあ次29分、あと1分半くらいある。メイク直したい。みやまれがリップ持つとリップがでかく見える。そう、普通じゃない、普通よマジで。リップあった、ああと1分。どこのリップですか。今塗ったのは、さっき塗ったのがエチュードで、これがあのディオールのマキシマイザーです。マキシマイザー信者なんで。オッケーさああと30秒。今年に入ってコスメなんか買いましたか。まつげ美容液を買いましたとか、まあいろいろ買いましたね。はい、あと20秒。しかし当たらない、涙、泣かないで、大丈夫、ゲーム、ゲームだから。うん、5 4 3 2 1。対戦相手。早っ。あと何買ったっけな、いろいろ買ったよ。今年に入ってからはあんまだけど、年末に結構買った。あ、よいちゃまる、嬉しい、めっちゃファンの人いるんだけど。あ、バナンくん、バナンくん起きてきたね。めっちゃサイリウム振ってる。サイリウムセットしてこればよかった、持ってるのにセットしてなかった。でも欲しいコスメめっちゃある今。なんか今年はまつげを本当に伸ばしたくて、今はもうマスカラ命なんですけど、ゆっくり考えよ。すっぴんでも可愛い人になるっていうのが目標。ちょっと自分のすっぴんに満足いってないので、どうにかして3枚出せるよ。マスカラなしでこんくらいバサバサになりたいな。マスカラなしでもこれなら強いけどって思ってる。縛っちゃう、縛ろう、ゆっくり考え、ギュッと激しば。お、なかなか出ないやつ。ジョーカー使っちゃおっか、ここはパス。まつげ美容液って効果あるの？あるよ。ジョーカー使っちゃおう。ちゃんとあるよ、本当に。めっちゃ伸びたもん。まつげくはしないですね。3枚出せるよ。まつげパーマはちょっと前にしてました。外国の方かな。ジョーカー使っちゃおうか。あなたの可愛さは超絶美人ですよ。ゆっくり考えよ。ここはパス。ありが
とう。超絶美人だって。ありがとう。頭皮に効果は、いや、まつげ美容器なんでないんじゃない。やっぱジョーカー使っちゃおう。ここはパス。ガチです。お疲れ様です。ありがとう。なんでさ、あれかな、ショールームの機能でお疲れ様ですっていうのがあるのかな、コメントのとこに。お疲れ様ですって、なんかスタッフさんとかにお疲れ様ですって普段言うから、なんかファンの人に言われるの新鮮だな。すっぴんで可愛いと思うメンバーは、え、そんなみんなもすっぴんに興味がなくて見てないんですけど、え、すっぴんで可愛いメンバー、みんな可愛いですけど普通に。誰かな、変わんないなって、マジで変わらんなこの人って思ったのは、青海さんとルーちゃんは3枚出せるよ。マジで変わらん。まあ、なんか化粧した方が血色もあるし綺麗ではあるけど、すっぴんも変わんない。倉島はね変わるよ。いや普通くらい、本当にすっぴんでも変わんない、本当に変わんないけど、メイクしてたらなお可愛い、マジで。なんかね、変わんないですね。え、都落ちしてるじゃんファンの人。なんで、なんで都落ちしちゃったの。忖度するため。ありがとう。なんかすごい、みんなこうやってこう、なんかすっぴんがなんとかって言う時に推しメンを言ってほしいんですね。あの好きなメンバーみんなすっぴん、変わんないと思います。言うてそこまで、私はあんまり自信はありませんが。じゃあ次35分にやります。35分から大富豪するよ。お、いいじゃん。びっくりした。よし、あと1分。キミちゃん、キミちゃんはね、そうだな、ノーコメントでお願いします。いや、ここで本人いないのになんか言うのはあまり私にも相手にも良くないので、まあモバメ撮ってたらたまにすっぴん送られてくるんじゃないですか。私の変わるメンバー、変わるメンバーは自分。かいさんありがとうございました。こちらこそありがとう。またね。さ、あと15秒ぐらい。ハートありがとう。こじこじの人ありがとう。9、あ、違う、7、6、5、4、3、2、対戦相手探し中。私のすっぴんが見たい人は野村美桜ビスって調べてください。ほぼすっぴんで撮影だったので、野村美桜ビスですね。キミちゃんやばくないよ、普通だよ。目指せ大富豪。まあ、嘘はつきません。お、ありがとうございます。当たったね。ありがとう、来たって言ってる。ありがとう。こんばんは、こんばんは、みよまるです。今日はツインテールでお送りしていきます。すごい、あれだ、なんかサイルームだ、サイルーム振ってくれてる人がいる。ありがとうございます。ザマルスイさん、勝つのは私たちだよね。うん、カードが弱いんじゃん、癖が強いんじゃん。3枚出せ
野村美代なんて言った？ん？野村美代と申します。出せるカードがない、ここはパス。野村美代、いや2021年は野村美代という名前をみんなに知ってもらわなきゃな、もっともっと頑張ります、頑張りますね。出せるカードがない、あ、野村美代ビスです。ゆっくりここはパス。あのビスっていうあのビスさん雑誌、うんうん、いいペース、びっくりした、雑誌にねあの載せてもらったんですよ、ファンの方がね、ショールームイベントでね頑張ってくれてね出ることができたんです、雑誌に。それの撮影は結構なんか薄めのメイクだったので、でもねあれはね本当にねめちゃ頑張れ、あとちょっとだよ、なんていうの、初めておでこ出したのその雑誌で、けどなんか自信なかったけどちゃんとなんか、でもすっぴんに見えるけど、すっぴんに見えるけどちゃんとメイクしてもらってるので、そうビス検索するの恥ずかしい恥ずかしいじゃん、うん、ビスの写真机に飾ってますよ、ありがとうありがとうね、みんな懐かしいビス、ちょっと 今だから言える裏話みたいなのしようかな、なんかそのビスのねショールームあったじゃないですか、そうそれね、まあ毎日1週間くらいかな、1週間くらいショールームを毎日してたんですよ、でファンの方もねすごい頑張ってくれて、で私も頑張って1位になりたいってずっと言ってたんだけど結構接戦だったんですよ、そうで、なんかもう多分自分では平気だ平気だって思ってたけど割とストレスかかってたらしくて、そう意外にストレスがかかってたらしく、あ次は、40分からやります、びっくりした広告流しちゃった、40分からやります。でねそのねいろいろねストレスがかかってたらしく、もうすごい食欲がなくなっちゃって、お昼ご飯とか夜ご飯とかもマジで喉通んなくて、そうもうね本当に何も食べてなかったの、ビーダインゼリーをちょっと口に入れるのが精一杯ぐらいだったの毎日1週間ね、そしたら体重がめっちゃ落ちて、その体重は言うか言わないか迷うけど証拠画像もあるの、体重計に乗ってちょっと言いますね、体重が、あーもう言いたくないな、やめときますやめときます、聞かれそう、もうやばいもん今は普通です、戻りました、あと20秒ぐらいです、やめておきますね、はい、でも想像以下です、めっちゃ軽くなりました、5キロぐらい落ちたんじゃないかな、6 5 4 3 2 1、はい、対戦相手、どう思う、お母さん、お母さん見てるお母さんこれ言っていいと思う、まあ言わない方がいいか、だって今の体重がバレるもんね、まあ数字が全てじゃないので、はい、見た目ですね、見た目、言いません自分で話し始めといてなんだよって感じだけど、お、すごい、めっちゃファンの人だ、めっちゃファンの人だ、ありがとうございます、知ってる人がたくさん、昨日会った人もいる、昨日会ったね、さきさん推しの方がいる、ありがとうございます、あとはみよまる推しのお二方ありがとうございます、そうみんな予想してみて、私たちだよね、私のそのビスのショールームの時の体重、
43ぐらいだと予想。いや、もっと下です。ジョーカー使っちゃおうか。すごい今ベジータみたいな声出たんだけど。ベジータじゃん。カカロット好き。ベジータ、あ、ありがとう。クマだ、ありがとうございます。クマありがとう。馬の被り物をしてクマを投げる、ありがとうございます。ありがとうね。見えてますよ。ジョーカーの扱い難しい。今身長は168。頑張れ、あとちょっとだよ。頑張る、ありがとう。かわいいスタンプ、ありがとうございます。スタンプじゃないわ、もう大富豪とごっちゃになってる。スペシャルゲスト、おお、ありがとうございます。スペシャルゲストありがとう。こじこじ、リンゴ3個分、それってキティちゃんじゃない。暖房効かないな。あ、やばい、充電がない。充電がないけど耐えれるかな。あと 20% を18分、まあ耐えられるか。公園見てると腕が折れてしまわないか心配です。本当にそんな心配してくれてるの、ありがとうございます。でも私骨折れたことないんだよ、人生で。だから骨は強いので心配なく。けどすごい、びっくりしたけど、すごいね、やばいなって思った画像が一個あって、なんだっけな、音玉、野外ライブに、あ、当たってくれた方ありがとうございます。次は45分にします。音玉ってあったじゃないですか、来てくれた人もいるんじゃないかな。そう、その音玉でフラストレーションを披露したの一回で、なんかこういう振りがあるのね。っていう振りがあるんだけど、それでこうやって腕を伸ばしてるの、こうやって人差し指でこうやって、でそこのここがやばかった、わかる、もうやばいよね。今フックでわかんないけど二の腕がやばいの、そこがねちょっとやばかった。それの写真があるんだけど携帯の中に、それがやばかった。音玉行ったよ、懐かしいな、ありがとうございます。みんなありがとうね、ライブいつもみんなのおかげで楽しいです。私たちもまあ私たちのライブなので私たちが一番頑張んなきゃいけないですけど、ファンの方がいてからこその、いるからこそのライブなのでありがとうございます。やばいよね、二の腕がね怖いの。ほら、あ、ミラーボールだ。てんてげでーん、ありがとう。さああと10秒、さああと10秒や。3、2、1。対戦相手探し中。あ、ファンの人いる、ありがとうございます。今日割とゴールデンベッドタイムやってるメンバー少ないのかもね、めっちゃファンの人に会える。目指せ大富豪、めっちゃ丸。いや今月もまだ始まったばかりですから楽しんでいきましょう。大富豪こんばんは、ありがとう。こんばんは、当たった、ありがとう、嬉しい嬉しい。うおう、かつここはパス、すごいな。みよちゃんがつけると普通のサングラスがものすごく大きく見える。確かにでかいかもしれん。勝つのは私たちだよね。あ、待って、ゆっくり考えよ。無理無理無理、ゆっくり考えれない。あ、治った、よかった。あー
壊したかと思った。治ったよ。びっくりした、はあ、びっくりした、壊したから無理。必死すぎて携帯逆さに持っちゃったんだけど。頑張ります。はあ、びっくりした、壊したかと思った。よかった、治りました。いや、脆いですからね、大事にしていきます。待って、知らぬ間に革命起きてんだけど。真剣に頑張る。何出すの？うん、私たちだよ。やばめの音だった。革命しちゃいました。うえ、くそ、マジで負けない、本当に。縛っちゃう？絶対負けたくない。頑張ります。革命返しできるよ。する？いいよ、しよう。革命返し、頑張るもん。頑張れ、あとちょっとだよ。頑張ります。宮丸は頑張る。ファイト。ありがとうございます。出せるか、ここはパス。聞いてください、この太ももを叩く音。まファンの人に宮古内、くそー、まあいいわ。わー、宮古内、ゆいちまる、ゆいちまる、やけくそのゆいちまる、ごめん、いいよ。ごめんってわざわざコメントしに来てくれた、ありがとね。いいよ、全然。私じゃなくて、私、ま、私でも、私のファンの方でも、大富豪になればポイントはその分入るので全然いいです。さあ、悔しい、なりすまそうかな。4位か、よし、次こそは、次こそは、次はじゃあ富豪にでもなりすまそうかな。でもみんなさ、私が大貧民になるの待ってたでしょ、どうせ。絶対そう。じゃあ50分から大貧民でやるわ。もう本当にさ、まあいいんだけどね、強がり時計。宮丸は強がり時計。さあ、あと1分です。さあ、絶対に勝つ、絶対に勝つぞ。うん、ペンギンの人、ハートありがとう。いや、マジでね、みんなね、慰めるかのようにスペシャルギフト送ってくるんですよ。ありがとうございます、ありがとうね。カワウソのアイスの人、ありがとう。ファイト。こっちゃんのアバターの人もありがとう。さあ、あと30秒。今516。おお、ずっと見てくれてるね、 SK48 の好き。 516? ありがとうございます。みんな友達に送ってね。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1。いや、大貧民は早いね。待って、でもファンの人に会えなかったかも。あ、でもさっきコメントしてくれた人だ、いるわ、ありがとう。してやるぞ。さっき海外の人かなって言った人。あ、やっぱチカさん推しだよね。ツイッター見たことある、チカさん激推しって書いてある。成り上がっていこう。そうだね、成り上がっていこう。頑張るぞ。あと10分しか配信できないんだけど。カナピ。わー、出せるカードが、ここはパス。私がね、今持ってる一番大きいカードは K です。13です。3 4 6 9 10 11 12 13。わー、ここはパス。負けるて、負けるて。しかもほぼね、8以下なんですよ、数字が。負けるて、これは負けるて。わー、ここはパス、パス、ここはパス、パスのオンパレード。
怖くないよ。何の宣言ですか。もうね、大貧民なんでやけくそです、はい、お、ちかこさんと対戦しました。すごい、昨日も誰かに会ってなかった、すごくない。サブもやっとときめきゲット。出せるカードがない。ここはパス。ラバス。ちゃんとこう大貧民でもオートでやってないんだよっていうのを見せる配信にしよう。じゃあこの何分間か頑張っちゃうもんね。頑張るもん。でもなんかさ、ちゃんとさ、そのやってるメンバーはさ、毎日ゴールデンベッドやってレベル高いですよね。え、ファンの方もメンバーのその今のレベルの状況とかって把握できるんですか？見れるの？メンバーのアカウントというか。じゃあ今の私のレベルは何でしょう？なんかあれみたいだった、観覧車へようこその、あの合間に入ってくるナオさんとエゴさんの CM のナオさんみたいだった。今の私の気分は何でしょう？今の私の気分は何でしょう？サンシャイン境でショッピング、サンシャイン境でなんだっけ、ライブ。答えはダイモでした。3枚出せるよ。それみたいだった。見れないんだ、ファンの人、私たちのレベル見れないのか。出せる。ここはパス。今ね240です。みんな観覧車ようこそ聞いてるんだね、ありがとう。聞いてね、これからも続けていきたい番組の一つです。おお、革命起こってる。頑張れ。わー、ここはパス。わー、正解は全部でした。サンシャイン酒屋に遊びに来てね。ノー。そのセリフだけ二人で言うんだけど、そこお強いよね。いつもそう思う。サンシャイン酒屋に遊びに来てね。みんな遊びに来てね。お持ち帰りグルメしたいな。観覧車ようこそしたい。3位か、また頑張ろう。3位だ。3位だった。じゃあこの後すぐ55分にやります。55分にやって、それをラストにしよう。最後頑張るーちゃん。貧民です。貧民が55分に通ります。いや、30分のラジオ番組ってほんと貴重だよね。私もそう思う。やっぱファンの方もそう思うんだ。大事にしていこう。みんな聞いてね、 CBC ラジオさんです。あと15秒。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1。はい、はい、お、ファンの人いるよ。知ってる人いる。お、なりすまし券使ってるじゃん、わざわざ。素晴らしい、ありがとう。やいちゃまる。目指せ大富豪。よいちょまるよいちょまるってなってるの、もう震えてんの。けどそれが緊張なのか寒さなのか分かんなくて、なんか意味不明な感情で挑んでたよ私は、その公開収録に。だからなんか言ってることも意味分かんなくなってきちゃって、意味不明なラジオだったけど楽しかった。わー、出せるか。ここはパス。 SKE 初のラジオ番組だったんだ。あ、そうなんだ。2じゃないよじゃないんだ。大事にしなくちゃ。ずっと続けたい、長寿ラジオ番組にしたいです。ちぎりはしません。しーばろっと縛ります。みよまるのハピネスいただきました、ありがとうございます。また会おうね。はちぎりします。はちぎりだよ。階段出せるよ。サブアカが当たった。
あ、本当だ。いや、かなって思ったの。今コメントしてくれた人なのかなって。なんかなんとなく思ったけど、ゆずぽうしだと思ってたけど違うんですか？桃炭推しなんですか？桃炭設定になってるから気づかなかった。めっちゃ好きやでって言ってる。ありがとう。あざまるすいさん。あざまるすいさん。ツインいいね。ありがとう。長くね。ゆっくり考えよ。はい。ここはパス。やばい、あと3分しかない。3分しかないよ。皆様、もう一回言うんですけど、ツイッターの固定ツイの下にあるテレビブロスさんのやつ、ぜひ友達に URL 送ってみてください。明日までなので、トップ3に入って企画を絶対にもらう。ご褒美企画を絶対に私はもらう。頑張ります。ありがとうバラ、ありがとうございます。出せるカードがない。バラたくさんありがとう。見えてるよ。ありがとう。ここはパス。さあ、もうそろそろ配信が終わってしまうんですけれども、いい感じ。名前呼びがちょっとグレーゾーンなので、ランキング発表をしていいのかわからないのですけど、立ち切りだよ。あと一息、頑張ろ。じゃあもうまとめてよ。1位から13位の方々、たくさんのアイテム本当にありがとうございます。いや、マジで見てくれてる人がいるから、こうやってショールームも毎日できるし、私はこうやって楽しく配信ができてるので、 ありがとうございます。みんな見てくれてありがとうね。楽しいです毎日。私は頑張ろうね。みんなまだまだ今年見てくれてありがとう。スクショタイムして終わろう。ツインテールでした。またね、みんな。ありがとう。バイバイ。バイバイ。バイバイ。